サービジュアルには、八木勇進をはじめ、井上祐希、桜井海音、椿安志割のメインキャスト4名が、一度きりの魔法を使う瞬間が、ファンタスティックスの八木勇進が主演を務める、僕らは人生で1回だけ魔法が使えるの劇場公開日が、2025年2月21日に決定。合わせて、作のティザービジュアルと特報映像、そしてサブキャスト5名が公開された。作は2019年の初演以降、何度も再演されている鈴木おさむによる同名朗読劇を初実写化。緑豊かな自然に囲まれた小さな村を舞台に繰り広げられる摩訶不思議で切なく優しい青春で鈴木が足を手掛けた。特報映像で映し出されるのは、ピアノの才能がありながらも、仲間たちがいる故郷を離れ音大へ進むことへの迷いや、父からの強固な反対などに葛藤する、主人公、アッキと、八木勇進をはじめとする4人の青年たちの姿。生まれつき体が弱く、仲間たちに守られるように成長してきた、春日、井上祐希。サッカー選手になるという夢を諦め、仲間たちの優しい言葉をどこか素直に受け入れられない、夏木、桜井海音、グループのムードメーカーで、献身爛漫な雪を、椿大我、IMB。制服に身を包む4人の青年たちがある日突然、告げられたのは、代々受け継がれてきた村の秘密。花々や草木など、自然豊かなこの村の男たちは、18歳を迎えると、人生で1回だけ魔法が使えるという。とても信じがたい様子のアッキトたちだが、18歳という人生の分岐点に立つ時期に、それぞれの葛藤を抱える中、真剣に悩み、時に激しくぶつかり合いながらも、彼らは一つの願いを込めて、魔法を使うことになる。映像には、彼らが葉っぱに願いを託し、山の上で魔法を使う印象的な様子も映し出されている。どこか、儚げな表情も漂う彼らは何を思い、どんな願いを込めて魔法を使ったのか。映像の最後には、楽しそうに笑い合う4人の姿から、涙を流しながら、ピアノを弾くアキトの姿が、アキトの流す涙の理由とは？美しい映像で織りなされた映像が、より一層編への期待が高まる特報に仕上がっている。合わせて公開されたティザービジュアルでは、八木勇進をはじめ、井上祐希、桜井海音、椿安志割のメインキャスト4名が、一度きりの魔法を使う瞬間が収められている。魔法を使う時に必要となる葉っぱに、それぞれの願いを込め、目をつむる表情を捉えた、繊細な雰囲気をまとったビジュアルが完成した。物語に彩りを与える、個性豊かなサブキャスト5名が解禁。アキトの父親、深夜役を演じるのは、矢舞台で幅広い役柄を演じるだけでなく、監督やイラストを描くアーティストとしても、多彩に活躍する田辺誠一。かつてプロのミュージシャンを目指し上京するも挫折した苦い経験を持つ深夜。息子には同じ思いをしてほしくないという気持ちから、アキトの音大進学を強固に反対する複雑な親心を田辺が繊細に表現している。アキトたちに人生で1回だけ魔法が使えるという秘密を明かすキーパーソン哲也役を担うのは、ベテラン俳優、笹野高志。現在もや舞台に多数出演しながら、人間観察バラエティモニタリング、TBS へレギュラー出演するなど、精力的に活動中。笹野演じる哲也は、魔法の真実をすべて知っている役どころで作品に重厚感をもたらしている。幸男の父親、英二役には、お笑い芸人、コメンテーター、俳優として様々な領域での活躍を遂げている、カンニング竹山。
建設業の会社で社長を務めるエイジを尊敬している息子にある秘密を知られたことにより距離ができてしまうが、その秘密の裏には隠されたエイジへの党の思いが、互いを思いやりながらもすれ違う親子の心情を丁寧に演じきる。夏樹の父親和夫役を演じるのは、10月20日から放送開始となる連続ドラマ海に眠るダイヤモンド TBS 系にも出演が決定し、これまでにも数多くのやドラマで名バイプレイヤーとして活躍してきた阿部亮平。造園業を営んでいたものの、病気の後遺症で仕事ができなくなってしまい、自分のせいで息子の夢を奪ってしまったことを申し訳なく思う父を講演している。アキトのピアノの先生南雲役を演じるのは、92年のホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞しデビューした後、最近ではアキラとアキラや毒娘、ドラマ大奥シーズンに、舞台ハリーポッターと呪いの子など様々な作品に出演し続けている馬淵絵里香。アキトに対して厳しい指導をするも、アキトの奏でる音色が変わり、確かに成長していく姿を見守っている。情報、僕らは人生で一回だけ魔法が使える。2025年2月21日、金曜日、東宝シネマズ、日比谷ほか全国公開。原作、足、鈴木治監督、木村正人出演、八木勇進、ファンタスティックス井上裕樹、桜井海音、椿大河、IMP、カンニング竹山、阿部亮平、高橋博士、甲は、はしご高が正式表記、馬淵絵里香、平野博士、格闘美を佐野高志、田辺誠一、企画&制作プロダクション、共同配給、ポニーキャニオン、C2025、僕らは、人生で一回だけ魔法が使える制作委員会、僕らは、人生で一回だけ魔法が使える、オフィシャル X、Twitter https://x.com/bokumah、オームービー、僕らは、人生で一回だけ魔法が使える、オフィシャルインスタグラム、ハットプス、www.instagram.com/bokumah、オームービー、ファンタスティックスオフィシャルサイト、ハットプス、m.tribe-m.jp/artist/index/168